動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この旅動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。現在地島根県松江市の松江城の堀川沿いにいるんですけれども、次回の旅行シリーズを大発表という鳥取里帰り編のプロローグにあたる動画の内容とは大幅に変わってしまうんですが、実際に足運んでみましたらかなりの暑さで、なのでこの動画では少しでもその暑さが和らぐような涼しい気分になれる松江のグルメ2つ読み見せしようと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。内容の改変が多くても心苦しいんですけれども、最後までお付き合いいただければと思います。最初のお店予約してますので向かってみたいと思います。まずご紹介するのはこちら、タタラの家さんです。タタラの家さんは舞茸の天ぷらと出雲なのでお蕎麦が美味しいんですよ。早速こちらのお店でお蕎麦と舞茸の天ぷらをいただいてみたいと思います。カフェタタラの家松江店さんは2022年4月29日にオープン。向かいには小泉八雲記念館があります。比較的新しいお店なので園内はかなり綺麗ですよね。このお店の素晴らしいところは、堀川を目の前にしてゆっくりお食事ができるところなんです。ご覧ください、ここから見える堀川のこの素晴らしい景色、この眺望を。これで感動しないわけにはいかないですよね。早速席に着いたんですけど、実を言うと1年ぶりに僕の妹ちゃんがアシスタントディレクターで協力してくれています。それからこのタタラの家の同じ建物の中にはお土産屋さんのコーナーがあったりですとか、車を使われる方は同行としまして、お店には駐車場はないんですが、歩いて5分圏内に駐車場がありますので活用されると非常に通いやすいんではないかなと思います。これがタタラの家さんのメニュー、奥出雲煮た場合と出雲そば湧き水を使ったコーヒーが自慢のお店なので、お品書きからもそのこだわりが一目でわかります。そして何よりピザまであるのが素晴らしい。個人的にコーヒーもさることながらビールも注文できるのはポイント高いなぁと思いました。と言っている間にもう見えてますが、今回僕が頼んだお料理が来ました。これが今回のオーダー、奥出雲舞茸天ぷら割りこそば。お値段は1200円。舞茸がありまして、これはよくわからないんですけれど、それからこれが薬味で、割り粉があるんですが、出雲の食べ方独特で薬味を乗せて、そしてここにおつゆがあるんですが、つゆをかけて食べ終わったら下の段のおそばに1段目の薬味とつゆを継ぎ足していくと、その繰り返しをやっていくのが作法だそうです。でここに蕎麦湯があります。で今回の特別なメニューとしてこのトマトスムージーがついてきました。そしてバオシン妹が注文したのがこちら、奥出雲野菜の揚げ浸しかきそば。お値段は1200円。お店の方からトマトの酢漬けサービスでいただきました。これもいただいてみたいと思います。では早速いただきたいと思います。いただきます。ね、水を入れまして、いただきます。腰の強いいいお蕎麦だ。うっかりしてマイクの電源を入れ忘れていたんですけれども、まず目を引くのはこの黒い蕎麦ではないでしょうか。一般的な蕎麦と比較して風味と食感が良いのが特徴です。だから一口食べただけで粉の段階の味まで楽しめます。ちなみに割り粉とは江戸時代松江の城下町では野外で蕎麦を食べるのに四角い重箱に入れて持ち運んでいました。その重箱を割り粉と呼び、これが割り粉蕎麦の始まりと言います。しかし四角形だと隅が洗いにくく不衛生との理由から現在の丸い器に変わりました。
次はこのトマトの酢漬けをいただきます。見た目からして鮮やかな彩りで、一口食べてみると爽やかな酢の酸味がトマトの甘さをさらに引き立てているようで、暑い日でも暑さを忘れられるんじゃないかなと感じました。続きまして、この肉厚の舞茸をいただきたいと思います。聞こえたかもしれないんですけど、噛んだ瞬間にこのサクサク感と舞茸の食感がたまりません。最高です。最後にお店の方が特別に用意していただいたこのトマトスムージーをいただきます。甘いし飲みやすい。今外でセミの鳴き声聞こえてますけど、それすら忘れるぐらい美味しいスムージーです。完食しました。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。というわけで、こちらタタラの家さんで奥出雲舞茸天ぷら割りこそばいただきました。ぜひ松江に来たら足を運んでみてください。2軒目のお店やってきました。こちら松江では超有名な煎茶坊さん、こちらの煎茶坊さんの抹茶を使ったスイーツご紹介します。どうやらこっちでした。入ってみます。営業時間朝の9時から夜7時までだそうです。開けましょう。いきなり働いてこんな恐縮しっぱなしのお席案内していただきました。恐縮しっぱなし。今回のグルメ旅、夏だからこそ涼しい気分に浸れるというテーマをしています。やっぱこれ行ってみたいと思います。夏限定のスペシャルかき氷いただいてみようと思います。これで今回注文したスイーツの紹介に移ろうと思ったんですけれども、ここで僕の妹から通常のメニューもちゃんと紹介した方が良いのではないかという提案がありまして、なかなかお恥ずかしい限りなのですが、ここでしっかりとカフェスカラベ別邸さんのお品書きをご紹介したいと思います。カフェスカラベ別邸さんは煎茶僧さんが運営しているカフェなので、提供しているメニューの一つ一つにちょっとした一手間をかけている部分がメニューの名前からも伺い知れるような、そんなお品書きになっていると僕は感じました。これが夏限定の濃厚抹茶かき氷。お値段980円だそうです。価格に収まりきらないくらいでかいです。実物本当にでかかった。それでは見るものすべてを圧倒する迫力満点の濃厚抹茶かき氷、ぜひじっくりとご覧ください。好きなだけかけて大丈夫だそうです。ちなみに僕の妹が注文したのは抹茶玉ぜんざいとほうじ茶のセット、税別700円。そしてもう一つ抹茶アフォガード、お値段は税別600円でした。抹茶アフォガードについて補足説明させていただくと、このスイーツにはエスプレッソがつくんです。でまあ、うちの妹にそのエスプレッソをかけるのをやってと頼まれまして、頑張ってみたんですけれど、動揺しつつもなんとか頑張ってみたんですけど、やりましょうと。すいません、早くしないと。
しいな。予約しないと溶けてしまう。こんなもんかな。濃厚抹茶かき氷。練乳をかけたらこうなりました。すいません、ちょっと時間かけすぎて倒壊しちゃったんですけど、いただきます。どっか手つけた。美味しそうでしょ。実際に食べてみると、トロットロの練乳をかけると、まあこれが不思議に合うんです。かき氷を口に運んでいくスプーンの勢いがまあ止まらない止まらない。進めてみると、かき氷の下にまだアイスが残っている。練乳の出番。たまらず練乳を追加投入します。そしてその練乳とアイスとかき氷がものすごくあって、食べ進めるほど濃い抹茶の味を体感できるという幸せなスイーツでした。というわけで、あっという間に完食いたしました。カフェスカラベベッテさん、美味しいスイーツありがとうございました。カフェスカラベベッテさんで抹茶を使った素晴らしいスイーツで堪能させていただきました。この動画を見ている皆さん、松江来たらここ立ち寄ってみてください。おすすめです。島根県松江市での旅の思い出に、宍道湖を象徴する風光明媚な観光地嫁ヶ島が見える場所に行きたいと妹に言ったら、島根県立美術館の中庭を紹介してくれました。ちなみにこの中庭には誰でも自由に出入りができるようです。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。今回の旅行動画、松江市で夏の暑さが吹き飛ぶような涼しさを感じるグルメ旅というテーマで旅行をしてきました。お蕎麦も美味しかったですし、松江といえばお茶も有名なので、お茶をふんだんに使ったスイーツも本当に楽しませていただきました。たった2つの紹介ではあるんですけれども、松江市内にはそれ以外にも本当に魅力的なグルメがたくさんあります。ぜひこの動画を参考にしていただきながら、松江市内でのグルメ旅を楽しむきっかけの一つになればと思っています。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。